てはね、調子がいまいちね良くない方、大抵ねスピンドルが曲がってるとか、まあ、マストが曲がってる別に、ね、純正の方はね、でそのね、まあ、とりあえず確認方法なんですけど、まあ、片方ローターを外しますよね。でまあ、なんかこれなんだっけ、プラスかで、プラスネジをね、まあ締める方向に回してあげる、はい、こうやってね、その時これ、わかるかな、よーく見てるとねうねってますよね、これうねうね、よーく見て、微妙にうねってると思います。わかるかな、うねってるとこ、相当うねってるな、はい、これがね、機体のね調子が悪い時、まあピッチもねこれ、変わってしまうんですけどね、まあトラッキングも、合わなくなるし、要はまあ負荷がね、大きくなって、その分テールがね、抑えが効かなくなってね、まあ、テールはクルンと回ったりする現象にもなりますんで、まあ、ここまで来ればね、もうスピンドル変えた方がいいです。まあ、スピンドルね、まあ、戻し切る人もね、いますけど、結構時間かかるんでね、どうしましょう、変えましょうか。変えた方がね、飛ばしやすくはなるんですけどね、変えましょうか。はい。そしたらね、本当はねここ、外なんで、なんか受け皿があった方が、身のためです。今ちょっと手元にはないんで、なるべく落とさないようにしましょう。はい、結構こんだけね曲がってたらね変えますけどね、まあ飛ぶんでね、まあ本当大型機とかならね、変えなくてもまあそうそう、あ、大型機は変えないと悪いんですけどね、この小型機はね変えなくてもまあ飛ぶんで、飛ぶっちゃまあ飛ぶか。あと電池の充電なんですけどね、まあ飛ばし終わってまだ暖かい時、すぐ充電器にね入れずにねちょっと冷ましてから挿した方がいいです。まあ、充電器によってはね、電池の状況判断でね、充電しない、充電をね、中止、まあ、要は安全装置ですね、が働いてね、充電を、キャンセルすることがありますんで、でもこれあれだな、これ多分修理、交換の映像、多分見飽きると思う。なので、本当ならカットした方がいいな。まあとりあえず何かしら話しておきましょうか。これをねネジもなくさすと、まあネジは買った時にねくっついてくるんでいいんですけどね、なくすといけないものがね、この中のカラー、これがなく、地面に落ちてなくなると、まあ部品注文しないとちょっと厳しいかなと。はい、これズームした方がいいんかな、ここのねリンケージはね、この、100均でね、こういった、ワイヤークラフトに使うね、ペンチ売ってるんでね、100円で、ね。これはおすすめですね。よいしょ。はい。でも本当、この110買ってからは、本当、なんだろう。まあ、大型機、飛ばさなくてもいいっちゃいいって、これほら
んだけ曲がってます。これがね、本当こうつけてる時にね、回してね、わからないぐらいならね、まだ、問題ないんですけどね、もう明らかに曲がってたんでね、それだとちょっと、フライトに影響は出ます。まあホバリングぐらいなら問題ないとは思うんですけどね、こうピッチをかけた時にね、テールはねフラーっと、まあもっと曲がるとね、ホバリング、まあ、遊覧飛行でも結構ねテールが勝手にねぐるんぐるん回っちゃったりするんで、それがねちょっと困るなと。スピンドル、スピンドル買ってるんですけど、どこ行ったかな、よっこしょ、はい、スピンドルとね、予備はねちゃんとあった方がいいで、まあ、スピンドルも今こんなね、これねねオークションで買ったかな。まああの出品者は確かあの、あこのなんだヘリネオヘリさんか。で、これ多分ネジがちょっと長いタイプの強化版になるのかな。多分これ強化版だと思います。純正品はね、ネジ短いんでね。はい、まあ、ネジも、どうだろう、このタイプ折れるかどうか、まあ、折れたことは多分ないと思うんですけどね。物によっちゃ折れちゃうんで、まあ、せっかく、新品ついてるんでね、使いましょう。大抵自分ね、使い回しする、ネジ付け回しするんですけど。はい、で、本当ならね、こうネジロックをね、まあ普通にホームセンターとかでね、赤いの売ってるんですけどね、まあ自分はちょっとレックスの分使ってます。本当はね、これネジロック使うとね、今度外すとき大変なんですよ。大変なんですけど、使わないと、飛行中にローター発射っていうことになるんで、それもそれでね、ローター発射するとこの辺の部品全部飛んでっちゃうんでね、それがまたちょっときついなぁと思うから、とりあえずちょこっと、出た。まあ、どのくらいかっていうとね、ほんと一山二山つけてあげる。ほんで、まあ、ネジ、落とさないように、入れる。グッと。そしたらね、まあ、あとは密封っていうかね、酸素を遮断すればくっつきますんで、まあそのうちくっつくでしょうけど、これどっちがどっちだったっけな、うん、どっちだったっけ、あんましね気にして外したりしてないんで、よいしょ、はい、でこれね、一応台形になってるんでね、細い方をグリップ側、広い方を、こっちのね、ダンパー側に刺します。はい、でこちらも、台形の広い方をダンパーの方に向けて入れて、んでもってグリップを刺して、何の音だ、んでもってネジ、首筋になんか虫が、で、ちょいと、ちょっとつけすぎた。まあつけない人もねいるみたいなんですけどね、ネジロック。まあ運が良ければ飛ばないのか、ちょっと
わかんないけど、自分は飛んだことある。ネジロックねつけても飛ぶときは飛ぶんでね。でこれを入れる。これにはあの大型ヘリ大抵ここにねネジのところに、ワッシャー噛むんだけど、これはワッシャーがないんだよね。結構こいつグラグラするな。なんか抜けたのかな。ネジ緩いから。はい、お疲れです。いいか、 OK。 そしてねこれでねよくあるのがね締めすぎで、これがねあのカクン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 でね止まると思うんですよ。それも完全にね締め付けなんで、あのホバリングしにくくなるんで、その場合はねネジを緩めてあげてください。でまあネジロックもねすぐ固まるもんじゃないんで、本当なら一晩寝かした方がいいです。でもってこれ今単に片方ね、これをロックさして、片方を、まあ、ここシャフトでね、もうこんな根元持って締めたら締めすぎになるんで、シャフト持ってちょっと軽く力入れて締める。そして、ここがね、もう左右片付けがね、なければ OK です。カタカタしてだったらね、まだ締め足りないんですけど、もうね、ガタがなければ OK です。で皆さん帰っていく、このねガード通して、はい、お疲れです。ロックしてこちらもねガード通して、あとはねこれまずオプション品なんですけどね、こういったねボールのところがね、ネジが緩んでないかね、確認とかね。多分何回か飛ばしてると、落とすとね、多分ガタつきが出てくると思うんですけど、大丈夫かな。ガタがあるとね、それがトラッキングずれになりますし、よくない。はい。じゃあこれでね、回しても、軸がぶれたり、しなくなります。はい、じゃああとは、ローターをつけるだけなんですけど、ローター戻すかな、これちょっと何回も落としたから割れていたような、ここはちょっと傷ついてんな。まあ新しいのをねつけてもね、落としたら傷つくんであんまし変わんないか。はい、で6これもね、本当あのネジロック、大型機とかね、こっち下にナイロンナットつくんですけど、これはね、もうこの絵があれ受けなんで、ネジ切ってるグリップなんでね。まあこれで、まあ軽く動く程度がいいかな。結構締まるね。はい。お、最後の一人が。ネジ。ボリュームでかいですな。今日はね、今風ほぼないですね。1メーターあるかないか。で、天気もね、降水確率 40% だけど、まあ、青空も見えてるし、気候的にもいいと思うんですけどね、もうみんな帰っちゃうね。まだ1時ですよ、1時。自分は多分また今日も6時半ぐらいまでおるかな。はい、こんな感じで、はい、できました。はい、やってみるとね案外すぐ終わっちゃうもんなんですけど、取り掛かるまでがねみんな結構なかなかかかれんっていう感じですね。
て電池はできるだけね、こうああの寒い日はね温めた方がいいけどね、暑い日はね日陰のとこに置いとった方がいい、ね、充電は終わった。はい、ここにねいろいろと、まあ、部品はありますけど、まあこの機体は今のとこね、なんか昔から人気あるからこう部品のね、手配にはそう困らないけど、ほんとレックスアライン系はちょっとねなんか元気がない。はい、どうしようかな。これ今充電してるけどまだ消えてない状態です。うん、どれですかね。じゃあこっちの今省いたやつでしましょうか。ちょっとこれはね元気ないというかプクプクしてんな。うん、でこっちはなんか最近パワーが出ないっていうか、はい、まあ、なんとかやってみましょうか。よいしょ。うん、じゃあこれでね、電源入れて、モーターカット入れてモデル確認で、とりあえずスティックセンターで、まあ念のためね、サブトリムの項目ピッチカーブのところにピッチですね、ピッチカーブじゃなくてピッチが今マイナス74になってます。多分今ねシャフトがまっすぐなったんでまた変わってると思うんでね。どのくらい変わってるのかというと、恐ろしいほどずれてるな。特にシャフトの型はないから、今こちらもね、まあ、設定スティックセンターにしてるん、あ、アイドアップさんか。はい、アイドアップさんにしました。これで今どのくらいが、よいしょ、ちゃんと。そう悪くないか。ですね、ちょっと下にずれてるぐらいかな。ちょっと戻しましょう。微妙だな。こんなもんか。ちょっと行き過ぎたか。これでいいかと思います。今79ですね、マイナス79。はい、よし、じゃあ飛ばしてみましょうか。マイクの方 OK ですね、録画も OK ですね。たまにこうマイクのね電源が勝手に消えちゃったりする。あ、危ない。これねチェッカー、日向に落ちると真っ黒けになるんでね、まあ壊れたりはしないんですけど、一時ちょっと使えなくなるんでね。よいしょ。よし、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあアイドアップとかね、スティック、スイッチとかね、スティックの位置確認してから、モーターカット解除ですね。お、やっぱスティックが伝わる感じ、安定良くなったような感じはする。はい、アイドアップさん使ってみるか。まだね、本当スピンドルのね、ネジロックが完全じゃないんで、ローターがぶっ飛ぶ恐れはあるんですけど。あ、でもいいね。テール頑張ってる。おっと危ない。なんかマイナスピッチが多いような気がする。でもテールいいですね。うん、良くなった。はい、左の練習。おう、危ない危ない。修理して速攻で落ちたらね、本当。また一からやり直し。今ちょっと若干ね右からの風1メーターあるかないかぐらいですね。
それならテールがね逃げなくて、急にね勝手にテールがくるっと回ったりしなくていいんです。だからあのテール安定しない方はね、スピンドルとか、変えてみると治ることがあります。左も練習。本当に、ね、苦手な方向向きとか、なくすように、ね、練習すれば、まあ、どの向きでも対応しきるようになるんですけど、それがねやっぱし落とす中ねリスクがあるんで、なかなかね、まあこれ小型機なんでいいんですけど、大型機になるとね、もう一回落ちたらもうその日飛ばせないんで、あ、ちょっと風強かな、はい、今ちょっと2メーター、3メーターぐらいあるかな。たまに吹いたり。こういった。いいですね。やっぱしあの機体がね勝手にクルッと回らなくなるとね飛ばしやすくなるんでね。あ、ない。あった。やったけど多分大丈夫と思う。このぐらいなら、まあスピンドルもそうそうね曲がる、まあ硬い部アスファルトですると速攻で曲がるかもしれないけど、草地はねまっすぐにね、スロットル下げてあのアイドアップ切ればねそこまで曲がらないと思うんだよね。ほら多分大丈夫。OKOK。ねじれた。いいですね。あ、電池がなくなったか。はい、電池なくなった。はい、いいかな。はい、皆さん帰っていきます。よし、とりあえず終了です。